これは幻影ではない。現世と視界の間をさまよう亡者どもか。ん？奴らを倒してもまだ脱出できないようだ。さが、俺たちに残された時間は少ないぞ。ああ。ところでカミュー、奴らはまだつけているか？やった！幻影が消し飛んだ！巨階級にも時間がない。急ぐぞ。どういうことだ？もう数十時間も巨階級を走っている気がする。何？我らはブッダの手のひらの上。俺たちはあんなに走り続けたつもりが。最も神に近い男、バルゴの釈迦。バルゴの釈迦、あの男が処女宮からこの幻影を作り出し俺たちを翻弄していたのか。だが相手が釈迦と分かった以上、反撃は可能になった。釈迦よ、もはや惑わされぬぞ。次にゴールドセイントの中で死ぬのはお前だ。砕けよ幻影。おお、ブッダの幻影が消し飛んだ。これでこの巨階級から抜け出せるぞ。いや、まだだ。ヨモツヒラサカに続きこのブッダも。我々はただ目の前の幻影を消したに過ぎ。ここはおそらく釈迦の陸道空間だろう。釈迦はここで時間を稼ぐつもりなのだ。釈迦を倒さぬ限りこの空間も消えることはない。見ろ、敵だ。あれが陸道衆か。幻影が消えない。この巨階級からは永久に出られないのか。釈迦はどうあってもここから我々を出さないつもりか。消えてもらうぞ釈迦。やったか。いや、さすがは釈迦だ。己の周りに完璧な防御を敷いて傷一つない。カミュ、シュラ、サガよ、今やハーデスの宗区になり下がったとはいえ、かつては共に正義を守ろうとしたアテナのセイント。できればこの場にとどめるだけにしたかったが、そこまで執着するなら仕方ない。これは釈迦のコスモが最大まで燃え、私がお前たちをあの世へ送り返してやろう。天魔降伏。一年成仏、一年入魔、刹那消滅、不生不滅。